横川ダムは、長野県上稲郡辰野町、天竜川、水系横川側に建設されたダム。高さ41メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水を目的とする治水ダムである。ダム湖の名は横川湖という。中央アルプス京ヶ岳を水源とし、天竜川に曽ぐ一級河川、横川川は長きにわたりその大半が未開発であり、 流域への灌溉用水の排水設備や洪水対策が遅れていた。出水とあればその度に流域に被害を及ぼしており、1963年には集中豪雨による出水で10名の死者を出した。長野県は横川川の治水を目的として上流部へのダム建設を計画。1972年より調査を開始し、1986年に完成した。 同年、ダム湖は、公募により横川湖と命名されている。上流の横川渓谷には、3級の滝や国の天然記念物に指定されている横川のヘビー市があり、秋は紅葉のスポットとして知られる。周辺は、キャンプ場や、レジャー施設、ふるさと農村公園、かや武きの館などを整備。周辺地域の発展に貢献するものとして、期待されている。ダム直下には、 横川ヘビー種発電所がある。横軸フランシス水車発電機を採用した、長野県企業局のダム式水力発電所で、最大1.40リッター片メートル毎秒の水を取り入れ、最大17.89メートルの有効落差を得て、最大199キロワット、年間1、512000キロワット時の電力量を発生する。2018年12月に着工。 2020年4月に運転を開始し、同年10月27日に竣工式が挙行された。ありがとうございます。